登るのめんどくさいから行こう。なんか連打したから分かんなかった。ああもうメニューが流れて全然何取ったか分かんなかった。あるな。この三姉妹は全員倒してみるか。あ、これくれ。私はドラゴンの尻尾。三女。ババアじゃねえか。あ、奥にイーブイのシャワーズが見えた。あれ、ヌメヌメさんじゃないですか。あれ、これ最終進化か。ちょっと強いな。ここ強いな、敵が。順番間違えてる、もしかして。誰来るんだ？ドラゴン使い。京子さん。尻尾巻いちゃった。シャワーズならね、多分ワンパンはできないと思う。で、姉妹でドラゴンの体を一部ずつ司る設定やめて、重なってる。帰れゴルタック、帰れ。ちょっと恥ずかしい、中二病かな。いら、おら、不意打ちや。不意をついた。背を向けて逃げるなど。耐えて、耐久型だから耐えんだろ。耐えろよ。やっぱ確定急所弱点は、毒性一はダメか。お、水の上で進化。骨になったな。前は骨ではなかったよね、ハガドック。お墓参り、こいつ専用の技かな。仲間の無念を晴らすために攻撃する。ああなるほど、1体死亡につき10プラスとかかな。最後に出すと100技連発できるみたいな感じ。まあ噛み砕くの方が使いやすいよね。割と強いよね、こいつ。持ち物元気の塊って、なんでそんなもん持ってんだよ。さあって。よっ。さすがにね、技マシンは取っときたいよね。オープンワールドあるある、滑る坂道で無理して登ろうとする。
お、暴風も強いよな。やっぱ本当終盤来たって感じだね。こんな強い技マシンだらけとは。嘘八いらんな、うぜリアルなうぜが出てしまった。強っ。さてさて、ハカドック312、隣がね、ハテナが出たからね、312。さあ、うん、関係ないポケモンやなこれは違うな。と、それでは、うん、三姉妹の最後の一人ぶっ倒していきましょうかね。中二病の次女、次女ってキャラなんかでいなかったっけ絶対こいつ次女なんだろうなっていう。まあ男なんですけど、なんだったっけな、次女なんかでいたな。おお、ドラちゃん進化してる。まあ自分で進化させるから。あれでもここ50かねえ、もうそのまま実戦で使えるやつに来てもらう方が楽っつったら楽だよね。ドラパルドはドラゴン、ゴースト、あれ頭の上に乗ってね、そうだったっけ。ドローン、ナイス、もろこいつ。あれこれ逃げられるんじゃなかったっけ、大丈夫。まあ、こっちが大丈夫じゃねえけど、ふう。ドラメシや。頼むよ、頼むよ。ドロンじゃ。今二匹いなかったっけ？一匹しかいないな。二匹いたよね、さっき。頭に2匹乗ってた。リュウマイトンボ返り、ダブルアタック、ゴーストダイブ、特防アップ、防御ダウン。あーでもすり抜けの方か。クリアボディの方がいい気がすんだよな。あなたはどちらを選ぶ。さあ、ラストドラ、そんなゲームありそう。私はドラゴンの息吹。お前近寄るんじゃねえ、ゴルダック。息吹を司る侍女、その息で吹き飛んでおしまい。踏み、パッツンパッツン殴る。あ、ドラミドロだ。あれだよね、ドラミドロって言ったらドラえもんズの一員だよね。マーク、ドラミドロ。初破壊光線、何、うわ全然食わん。こっち鋼やからな。ドラゴン、ドラゴン、ドロ、波動だ。
あいつら進化してる。変えよう変えよう。息をつく暇もない。とりあえず持ち物をしまう。オノノックスも65ぐらいだってだいぶ遠いよね。おばけんくんは次行くときの念のためにいてもらいたいね。もう何が進化するのかわからん。そういえばキリン力進化するんだよね。レベル進化ではないと思うんだけど、ヤバチャはアイテムか、アイテム持たせて進化だろうね。あ、こいつはさすがにレベル進化かな。ハッサムもレベルじゃなかったよね。なんだったっけ。鋼がつくんだもんね。つば九郎はレベルじゃないかな。ただ二進化の可能性が。こいつでかない。ほら、まあ、氷に弱い。フェアリーも可愛くて苦手。もういい加減にしろってマジこいつ。雷パンチ。とりあえずドラゴン終わり。よし。あ、ナマズンが。なんかある気がした。毒月。おお、オノドンがオノンドや。ファシボンも47だったらもうすぐ死んだよ。こいつ55ぐらいじゃなかったよね。ウタンのエスパー、こんなんばっかやな。寝てる。起きちゃった。ごめん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 ご。アシッドボム、毒を川に撒くんじゃねえ。さあ向かいましょう。こっち？そこの遺跡やな。アイテムも見えてる。これくれもおるやろ。これグレーボックスもあった。さあどうやって捕まえよう。これグレー、まあ、ってってお願いしますか。レベル50、雷パンチ。だってどうせこれくらい育てねえだろ。あのちっちゃいのなんだ。あ、見つけちゃった。こんなふわふわしたさゲームで細かい操作を要求するのやめろ。あのちっちゃいのなんだ。フラベベ？あ、進化してる。
バッタは帰れ。ほんと仮面ライダーみたいな。やばい、囲まれた。やめて。そこの上のアイテム取りたいけど、どっかあるか、登れるか、登れそう。敵のレベルが高くて戦闘枠がちょっとこの数じゃきつい。ベノムショック、毒まみれやなこの辺。怖いわ。おお、そういえば怒る、あ、リオルもいる。怒りだる、なんかもう一進化するみたいやね今回。だいたい過去ポケモンの追加進化はレベルじゃないんだよね、なんか特殊なんだよね。あ、あれ、プクリンがいるの。プクリンは月の石進化、進化後がいきなりいるなんて。何ここ、すごいすごい光ってる。お月見山？ところどころにえらい手かった岩なのか鉄なのかわからんやつがあるのが気になる。こんなとこ上から行くしか無理やな、高すぎる。ほらなんか手かってんだよね。ほらところどころすっげえ手かってる。割と目的地と違う。だが行く。北2番エリア。あ、森田ヘラクロス、マリルリ、マリル、その辺。レントラーまで進化しちゃってる。タケノコ、ストライク、バッターアウト。リングマ、そして、虫はちょっとまずいね。しゃあな、回復しよう。ロングホーン、ロングホーンだっけ、グレートホーンだっけ。まあその辺食らうと即死しちゃうよね、うん、もうバレてるね。55? マジ？こいつ飛行吐いてたっけな、虫。うお、今一つでこのダメージ。すごい。ん？マジカルシャイン。アロマミスト。お前自分で戦う気ねえよなこいつ。つば九郎進化早かったな。
ああ、青函中尾付近。大回伝。そんな名前なんだ。軍艦取りポケモン。電気を貯める。泳ぎは苦手だよ。三振神はなし。エレキボール。スパーク。特攻型やな。じゃあスパークはいらないね。このちっちゃいの何やろ。あ、玉毛だけ。ここレベル高っ。まん丸いし。力の粉。ミストフィールド。すごい来るよ。スーパーサイヤ人化してるポケモンが。竹だし、竹林だし、中国、中国だな。曲も中国っぽいし。ストライク。トラとかいそうだけどね。レントラーがトラか名前的に。あっ、デーモンジがあった。もう終盤だね、明らかに。この滝さ、あっ、10系かな。パルデア十景、乱れ月の滝、2個しかないけど。あ、タイレーです。こいつらもタイレー作んでね。これはちょっと、行かない方がいいかもね。55で、得意属性なしは下手すりゃ負けるぜ。とりあえず到着。ほらあそこだ。勝負してますか。ゼロ人ですね。勝ってない、戦ってないもん。そらそうや。あー、イベント開始場所は来ちゃったか。だいたい夜なんだよね。ね、スターダスト大作戦進んでるな。残りボスは2人。カシオペアをどう思ってる？怪しい。なるほど。俺はな、カシオペアがスターダンを恨んだり憎んでいるとは思えない。とりあえずカシオペアがボスなのは間違いないと思うんだけど、その中身だよね。中の人が問題だよな。カシオペアというキャラなのか、で終わった後にアイテムくれる超怪しい子いるからね。レベル55のところでしょ。きついんじゃ。あっとっと、かわいい。封印。大きな。でっかい。学生か。先生かと思った、数学の。とりあえず OK。にゃん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 。うーん、悪ついちゃったからな。悪は格闘に弱いんだよな。ダメージも通らないし、
とりあえずメンバーチェンジ。エスパー、あーエスパーもそういえば今回まだケイシーを見たことがないね。ここをねこなすだけだったらゴーストドラゴンは最適だと思う。今勝つだけならね。鋼はダメ、飛行、虫、ドラゴン地面、単純に強いね。レベル44でまだ進化残してこの強さだから ね。ガブリアスは強い。ダメだね、あのいいメンバーがいない。それを考えますとこいつ進化しそうだね。こいつもドラゴンか。こいつもレベル進化じゃね。さあ、ね、行くだけならすぐなんだけど、実はこっちの方が弱い。フェアリー、フェアリーはフェアリー受けは毒、鋼、悪もダメか。相性悪いな相性いいことなんかあったっけ俺、ね、スター団をボコリに行く予定。こっちも50なんだよね。でもここ水だもんね、どう考えても、ね、ここまで来といてなんだけど、まあいつでも挑戦できる位置に来たということで、先に王者の泉、相性的にはこっちの方がいいね。雷パンチを覚えたルカリオもいるし、ね、ここまで来といてなんだけど先にこっち行くか。飛び降りりゃすぐだろ、ね、じゃあお前は最後に殺してやる。